サインオーガニズリーサインセリエン・サインセリエゴ・サインは1980年に設立されたイギリスのハンドヘルドコンピュータメーカー。正式名称はサインコンピュータ PLC。サインの P はサイレントレターなのでサイオンと発音する。社名は設立者である英国物理学者デイビッド・ポッターに由来し、ポッター・サイエンティフィック・インストゥルメンツ・アナッシングの 頭文字を取ったとされている。設立当初は、A シンクレアリサーチ社の PC 向けソフトウェアハウスとして、スタートした。その後ハードウェアの設計開発にも進出。1984年、携帯情報端末、サインをオーガナイザーを発売。1986年、サインをオーガニズリーを発売し、欧州で評判となる。 一九百八十七年、epoc と呼ばれる十六ビット os を開発。epoc はエレクトロニック・ピース・オブ・チーズの略。以降、一九百九十一年には epoc 十六を搭載した。サイン三を、一九百九十三年にはサイン三 A、一九百九十六年にサイン三 C とサインシエナ。一九百九十八年にはサイン三 MX と。 立て続けに発売し、欧州でヒットする。1990年半ば、EPOC OS は、ARM アーキテクチャの CPU で動作する32ビットマルチタスク OS として、C 言語にて、全面的に書き換えられた。1997年、こうして完成した OSEPOC32 を搭載した、サインシリーズ5が発売開始。 内蔵アプリケーションの洗練された機能性、グラフィックインターフェースエーコンによる PC ライクな操作性、サインをオーガナイザーから脈々と引き継がれてきた開発言語オピールによるアプリケーション開発の汎用性、単三間電池で動作する利便性、デザインと機能のバランスが良く、欧州で大ヒットとなり欧州の PDA マーケットを開拓した。同年、 欧州経済史協会より、ザヨーロピアンカンパニー・オブ・ザ・ヤーに選ばれ、欧州を代表する有料企業の一つとなる。OS のライセンス事業にも進出し、ジョフォックス・ワン、オサリスなどの機種が生まれたが、販売は不振だった。1998年には、シリーズ後の日本語対応版が株式会社管理、工学研究所で開発済みとのアナウンスがあったものの、実際の販売には至らなかった。 その後 o s をリリース後まで改定し、動作速度、メモリ容量を増強したシリーズ 5MX、シリーズ 5MX Pro、エーリクソン MC218、レボ、レボプラス、618C、ダイヤモンドマコ、シリーズ7、ネットブック、ネットパド等、多くの EPOC 搭載機が発売された。日本では株式会社 N4 がシリーズ5向け日本語入力、表示ソフトウェア、 u n フェップ 4EPOC シリーズ 5MX レボ向け u n フェップ V2 を発売単文節変換ながら日本語での利用が可能となったさらに2001年サイン 5MX プロ日本語版ではうなフェッププロが OS 内部に組み込まれ連文節変換にも対応した1998年サインは OS 開発部門をシンビアンソフトウェアリミテッドとして分社化 エイリクソン、モトローラ、ノキア、松下通信工業等を共同出資のジョイントベンチャー企業となる。2000年 EPOC OS はシンビアン OS と名称変更。スマートフォン向け OS として転身を図る。同年ノキアがシンビアンリリース6を搭載した9210コミュニケーターを発売。同年 カナダの物流情報機器メーカーテクロギックス社を買収。サインテクロギックスと解消し、物流端末事業に進出。2002年、クワーティキーボードタイプの PDA 市場が急激に縮小。キーボードレスタイプのパームやポーコトプック等の PDA に販売シェアを大きく奪われ、販売不振を理由に、一般消費者向け販売からの撤退を発表。2003年、 サインテクロニックス社は販売する物流情報端末の OS を EPOC から Microsoft Windows CE に変更すると発表。2004年、サインは所有するシンビアン株31.1%すべてを売却すると発表。この株の過半数をノキアが取得。サインはソフトウェア開発事業から実質的に撤退することとなった。なお、 シリーズ4の名称が存在しないのは、販路開拓先である日本、中国では縁起の悪い数字とされているからである。2008年、ネットブックの商標を所有しているとして、イギリスのネットブックのファンサイトに対し商標の使用停止を求めるメールを一斉に送ったことが話題になった。CG ネットブックは誰かがすでに登録商標済みだったんだって。ありがとうございます。